い、ということでね、ちょっと日曜日の、憂鬱なね、ちょっと気分をぶっ飛ばそうと思ってね、ちょっとゲームやっていきます。すごい理由でやりますけどね。前回の途中からですね、俺もちょっとあんまりちょっと日が空いちゃったんで覚えてないっちゃ覚えてないんですけど、まあ思い出すでしょ。うん。多分 SM プレイやってる時でしょ、これ。ね。いやー、まあ、日曜日の憂鬱をぶっ飛ばせって言ってもね、もう今、月曜日なんですよね。夜中の4時半。もうゲームやらなくて寝ろって話なんですけど。うん、まあ人間なんてそんなもんじゃないですか。やっぱなんか、嫌な、日が、まあ、仕事そんな嫌じゃないんですけど、仕事の前はちょっとあがきたくなるっていうね。ちょっと夜更かししたい、しちゃいたくなるっていう、この、なんですか、ありますよね、そういう時。で、あがいてあがいてね、なんとものすごい生き神っていうね、すごいゲームと関係ない話めちゃくちゃしてますけど、生き神っていう、結構昔のね、松田翔太主演の映画を見たんですよ。生き神っていう。まあ、俺もう何回も見てるんですけど、2、3回見てるのかな。あれやっぱ、あれ見るとさらにね、なんか憂鬱になるっていう。なんでしょうね。日曜日の憂鬱な気分をさらに憂鬱にしてくれる映画だなという。いや、面白いんですけどね。うん。死ぬ、人間って生きてる時はみんなあんまり死ぬことってあんまり考えてないですよね。意識してないで多分、まあ生きてると思うんですけど、その映画を見るとね、もう思いっきり死という、そのなんですか、現実をこう、目の前に突きつけられてるような気分になるんで、あ、そっか、忘れてたけど俺もいつか死ぬんだなとか、いろいろ思わされましてね。まあ当たり前のことなんですけど、なんかそれ見たら憂鬱になりました。なんかね、で、その主題歌がまたいいんですよ。なんかフィルハーモニクスっていうアーティストさんの道しるべっていうのが主題歌であるんですけど、その中でね、演者さんも歌ってて、やっぱいい歌なんですね。でね、これちょっと俺アップしようかなと思って。フィルハーモニクスの道しるべ。ただね、長いし、なんかちょっと何でしょうね、とにかくちょっと長いと。まあそれ長いしか言ってないんだけど。長かったなーっていうのあってね、7分ぐらいあったんですよ、曲が。じゃあもうちょっと短いバラードないかなっていうね、風に探したら、もう、かなり歌い、慣れてるラブソングって何かなってね、考えた時にね、尾崎豊さんの I Love You が何だかちょっとバシーンと浮かんでしまったんでね、それ歌いましたけど。だってこれどこ行くの？マジでわかんない。ルインか。ちょっともう一回、わかんないな、これ。どこ行く？全然聞いてなかったから。I love you。尾崎豊さんの I love you なんてこれカラオケで歌っても結構惹かれるレベルのラブソング。これをね、ネットでアップしようって言うんだから、なかなか驚きですよね。俺もちょっと自分にはビビってますけど、正直。うん、だいぶちょっとビビってます。かなりしかも家で熱唱しちゃったんでね、下の人に怒られるんじゃないかなってちょっとビクビクしてますけど、夜中の4時ですよ。夜中の4時に I love you 熱唱っていうね、部屋で。これ隣の人とか聞いてたらこいつ頭おかしいんじゃねえかって思われる。あれですけど、完全にね、完全に頭おかしいやつですよ。夜中の4時の I love you ってどんだけお前、メンヘラなんだよってね、精神的におかしいでしょ。情緒不安定すぎるでしょ、ちょっと。いやー、ちょっとね、生き神見るとね、そんな風になっちゃうんですよね。まあ面白いんですけど、作品自体はとてもね。うん、最近なんかいろんなね、ちょっと作品を見る機会があり、まあ機会がありましてというか、ただ単に暇なんですけど、暇だからちょっと見てたんですけど、いろいろ見てたらね、なんかいろいろ考えさせられることが多いなっていう。僕のいない街っていうのも見ましてね、今アニメでね、放送してると思いますけど、フジテレビで。いや、あれもなかなかいいアニメですね。俺ちょっと面白いわ、あれ。これどこ行きゃいいかマジでわかんねえんだけど。やっぱ話聞かなきゃダメだな。当たり前ですけど。やっぱね、自分と話したいことばっか話してると、なんかこう、あ、これか。ここだ。だって来てないもん。あ、来てるわ、これ。
風来てるじゃん。あ、これ来てる来てる来てる。え、どこ行くんだこれ。出ちゃダメなんじゃねこれ。多分。やべ、マジで迷った。マジで、やっちゃいけないことやっちゃったかなこれ。ちょっと汗かいてに戻ろう。移動したらダメなんだ多分これ。ないもん何も。他に行くところ。うん。あ、あらすじとか見ればわかるかな。もしかして。ね、絶対。出ちゃダメだろ。絶対。ちょっと待って、システム、あらすじとかないのこれ。確かあったような気がするんだよな。やっぱあった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 。でも優しいエミルが大好きだよって思う。どんだけもう、続婚ですね。だから、どこに行けばいいかがわからないっていう、肝心なところがわかってない。あらすじ、そんな大好きとかどうでもいいんだよ。アホはバカだな、お前。のろけてんじゃないよ、本当に。ねえ。どこ行けばいいのかわかんないんだよ。マジで。どうしたらいいの？愛してる人のためなら、火の中、水の中、どこへでもへっちゃらさ。そうなの？そうなんだ。まあ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 。いいんじゃないかな。いいんじゃないかな。それしか言えませんよね。そんなこと聞かされて、どうしろって言うのよ。いい加減。よし、ここだ。絶対ここだ。あ、わかんない。ここか？あ、いた。やっぱり合ってた。絶対こいつでしょ。来た。完璧。さっきは、ありがとう。僕も、お礼言ってなかったから。ありがとうございます。あ、だっす。わざわざそれを？嬉しい。コレットめっちゃいいやつだよ。あなたたちは？もうね、清純派っていう言葉がぴったり。タンコカンカンなんですよね、本当に。そろそろコミュニケーション能力上げようよ、エミちゃん。エミくん。あるいはエミタン。早いな、友達のハードル。石舞台。ああ、あの、あれか。この町と以前あそこに風の精霊を名乗る魔物が出現したことがある。知ってるよ。巫女様はそれが関係しているかもしれないとお考えなのだよ。なるほど、賢じゃん、お前。そんなことしてたらまたヴァンガードが戻ってくるよ。だけど世界再生の後あちこちで異変が起きてるでしょ。うん、私再生の巫女だと。偉いね。優秀です。優等生ですね。すごいな。どうして？友達にはなれないけど。なれよ。意地張んなよ、もう。強がんなよ。私、この人に助けられ。なら、僕も手伝うよ。よし。コレットが仲間になった。コレットがいればロイロと話にもなりそうだけどな。ロイロとまともに話ができる、これで。ずっとコレットがいてくれればの話だけどね。いるのかな、コレット。なんかすぐまたパーティーから抜けそうな気がするけど。おい、やきもち焼いてるね。嫉妬かい？まあ、本当に好きなんだな、エミルのこと。彼女気取りかよ、もう。緊張しているようですが、ドギマギはしていません。何がドギマギなの？何でもありません。もう赤くなった。もうエミルのバカ。かわいい。なんかかわいらしいな。なんか、なんだろう、なんかもう子供のような可愛さですね、本当に。こんな気持ちを抱くのもやっぱ大人になっ、自分が年取ったからでしょうね。まだこれが16とかの時で多分やってたら、本当に恋人にしたいの可愛いだったんでしょうけど、今違うもんね、なんか。普通に愛おしいの方。愛おしいの方ではないかな。さあ、ボスかな。多分なんかこの雰囲気結構怪しげだよね。絶対なんか出てくる。見たところ変わった様子はないね。あ、そうなの？
が連れている精霊さんならわからないかな。デネブライ。精霊？出てこい。この私のことでしょうか。犬子。ワンちゃん。そうだよ。私は犬でも精霊でもありません。いやどう考えても犬だろお前。テネブライです。テネブライって長いんだよな。もうデブちゃんでいいじゃん。デネブちゃん。ちゃんデネブですね。ちゃんデネ。じゃあちゃんデネにしよう、ちゃんデネ。ちゃんデネってなんかもうツンデレみたいな感じだけど。本当だね。巻き込み方がやばいな、こいつ。もうこれトラベルのリトもびっくりの今、真っ青だよ。いい勝負するよ、リトと。ユウキリトと同じこいつ能力持ってんな、コレットも。でも消えちゃったよ。エミル、あ、戦う？やっぱ戦う感じ？なんか光ってるよ、7位のに。あ、激アツじゃん、レインボーだよ。レインボーってことも確定でしょ、これ。プレミア演出来たな、お前。ただ強そうだな、こいつなんか異常に。弱い？もうなんか飛んでる飛んでる。うわお、強い。うわ、嘘だろ。1位になったの、いきなり。こいつ何なの？いやいやいや、うわーじゃねえよ。マジかよ、こいつ。行かれてやがる。いや、ファーストエイド間に合わなくね、これ。普通に。この、ヒャーンっていうトルネードが強すぎでしょ。え、これ強すぎ、強すぎ。これ絶対負け確のやつじゃない？無理だよ、これ。え、無理だって。ファーストエイドじゃ無理だって。負け確だって、これ。全然ヒットポイント減ってないしね。え、これ全滅でいいんじゃない？むしろ。これ無理だって。だって全然減ってないんだもん。見て。あ、絶対無理、絶対無理。勝てない、勝てない。うわ、勝てない、勝てない。ちょっと一回全部死んでみよう。これ絶対勝てないやつだから、多分。あのね、強さが明らかにおかしい。もう全然削れてるやん。え、これ絶対大丈夫でしょ。よし、ほら。ほらほら、絶対大丈夫なやつだ。今負けかけのやつだわ。絶対無理だもん。やめてくんないかな、こういう。え、こういうちょっと負け角のさ、戦闘やめてもらえる？なんかすごいドキドキするから。絶対勝てないね、今じゃ。でも、あいつ全然攻撃が効かなかったよ。聞いても勝てるかな？攻撃力やばすぎる、あいつ。飛竜を探しましょう。飛竜。飛竜？先ほどの会長、陰性院の天敵です。なあ、ものすごい名前かっこいいな。陰性院はバリアのような。なるほど、だからか。こう、いいね。俺も心当たりあるよ、飛竜。ルシエラでしょ？冒険者の人がいっぱいいて。ルシエラドラゴンライダーだからな。大丈夫。ルシエラ話してみればわかるんじゃないの？あ、それはいない。そんな人いない。オッケー。これ、取って呼んでほしいな。コレットちゃん。ありがとう。これ。コレちゃん。こっちゃん。この略したがる癖は良くないっすね。あれは転んじゃっただけで。これって変なの。そうかな。そうだよ。そっか。ごめんね。なんだこれ。なんだこの茶番は。え？ハイマー？行こう。ハイマー。マイハ。よくわかんない、本当に。ごめん。俺も全く同感だわ。マジわかんねえわ、女子。ガールズトークマジ入っていけねえよ。はい。ということでね、今日はこの辺で終わりにしようかなと思います。次回もね、この続きから、まあ、のんびりまったりね、やっていこうかなと。全クリはします、とりあえずね。ということで、ご視聴ありがとうございました。